二段階革命論とは、革命を二段階で行うこと。特にマルクスレーニン主義の社会主義や共産主義勢力における主要テーマの一つ。発達した資本主義ではない国で、社会主義を目指すための長期方針として、通常は、まずは絶対君主制や封建制度などを廃止するブルジョア民主主義革命を発生させ、資本主義が発展した後に、 社会主義革命を行うとした概念。対比する概念は一段階革命論ないし、永続革命論。マルクス主義の唯物主観に基づく社会の発展形態観では、まず封建成果では、封建領主階級や絶対君主が社会を支配し、それを打倒するために、信仰の階級であるブルジョアジーが近代民主主義を掲げて階級闘争を行い、 国民国家を単位とする民族の成立とともに、封建領主階級や絶対君主を打倒して、自らの支配を打ち立て、近代的資本主義国家を成立させる。次に、資本主義的生産関係の確立とともに、社会の対立関係は資本家階級と労働者階級となり、成長してくる労働者階級は資本家階級と闘争し、その支配を打倒して、 資本主義的生産関係を変革する社会主義革命を遂行する。このため、社会の発展が未まだ封建的段階を完全に脱していないとされる場合、あるいは外国の帝国主義に支配されている植民地または繁殖民地状態であると規定される場合、近代民主主義の確立や民族独立が革命の課題となり、これは 資本主義的生産関係に手をつけない、ブルジョア民主主義革命の課題であるとされる。また、独占資本主義体制の打破は、資本主義的生産関係の変革であり、社会主義的革命であるとする説と、独占の支配を打破しても、資本主義的生産関係は残るので、民主主義革命の課題であるとする説とがあり、反独占の課題を掲げた革命の性格については、 論争が起きてきた。二段階革命論は、霊ン主義の主要要素とされ、後のマルクス霊ン主義を掲げる、社会主義や共産主義勢力の重要なテーマとなった。ロシア革命では皇帝を追放した二月革命が一段階、ボリシェビキが権力掌握した十月革命が二段階とされ、中国革命では侵害革命が一段階、中国共産党が権力掌握した、 国境内戦が2段階とされた。ベトナムでは南ベトナムの非共産勢力を含めたベトナム戦争で米仏の植民地主義を追放した後に北ベトナム主導の社会主義化が進められた。戦後の世界の共産主義運動においては二大改革命戦略を取る共産主義政党は遅れた国に限定されるとしてヨーロッパなどの発達した。 資本主義国の共産党では、ほとんどが社会主義を直接目指した。しかし、イタリアでは、イタリア共産党が1975年に、ファシズムに反対する新しい段階の民主主義革命を打ち出し、また、フランスなどでは、フランス共産党が政権参加した前後には、同党が社会党などとの共闘の条件を合わせる、際に、社会主義的変革を持ち出せず、 先進民主主義と呼ばれる段階を設けるなどの変化があったこともある。これらの二大改革命論は、訂正打倒の目的のためには合理的であるが、一段階目で連帯、利用した集団を二段階目で武力で支配することを事前に計画することから、ボリシェビキズムの党派性として批判、警戒された。ロシア革命において、 ロシアの共産主義者たちはロシアを資本主義の発展が遅れた社会と規定し、その一人であるレーニンは労働者と農民の同盟による訂正の打倒を目指す民主主義革命を経て、プロレタリアートによる社会主義革命を目指すという二大改革命論を唱えた。しかし、二月革命においてプロレタリアートにより民主主義革命が遂行されつつあることを見た。彼は、 革命の二つの段階を分離することはできず、民主主義革命が社会主義革命へと連続的に発展せざるを得ないというトロツキーと同じ立場に到達し、この立場から10月革命を指導した。中国革命においては、中国共産党などは外国帝国主義に支配され、同時に反方権的な社会段階にある中国においては、直接社会主義革命を行うのではなく、 労働者と農民の同盟による反帝国主義、反封建制を掲げる民主主義革命を徹底した後、社会主義に移行するという二段階革命論を唱えた。これはそれぞれ侵害革命の徹底及び対日戦争の勝利と国境内戦に相当する。極めて明らかなように、現在の中国社会の性質が植民地、反植民地、反封建のものである以上、 中国革命はどうしても二つの段取りに分かれなければならない。その第一歩は、この植民地、反植民地、反封建の社会形態を変えて独立した民主主義の社会にすることである。第二歩は革命をさらに発展させて社会主義の社会を打ち立てることである。中国の現在の革命は、この第一歩を歩んでいる。毛沢東。 新民主主義論第4章1930年代の日本資本主義論争では、講座派が二段階革命論を主張し、日本共産党の基礎理論となった。戦前の日本共産党は、日本は絶対主義的天皇制を中心とする、反封権的な母藩を残す資本主義社会だとして、絶対主義的天皇制を打倒し、既成事主制や財閥の支配を解体するなどの、 ブルジョア民主主義革命を起こし、それを社会主義革命に転化すると主張した。戦後の日本共産党は、日本の現状をアメリカ帝国主義と日本独占資本に支配されていると規定し、この両者の支配を打ち破る人民の民主主義革命を行い、それから連続的に社会主義革命へと至るという二段階革命論を取った。しかし、日本共産党は、 徐々に人民の民主主義革命と社会主義革命の連続性を強調しなくなり、ついには民主主義革命と社会主義革命は完全に分離された。1989年の赤旗の宮本県次議長新春インタビューから日本共産党は資本主義の枠内での改革を強調するようになった。2004年の考慮では現在の日本に必要なのは 民主主義革命であり、将来の課題は社会主義的変革との表現に変更された。党はこの状況を打破して、まず平和で民主的な日本を作り上げる民主主義革命を実現することを当面の任務とし、ついで社会主義革命に進むという方針のもとに活動した。現在、日本社会が必要としている変革は社会主義革命ではなく、 異常な台米従属と大企業、財界の横暴な支配の打破、日本の真の独立の確保と、政治、経済、社会の民主主義的な改革の実現を内容とする民主主義革命である。日本の社会発展の次の段階では、資本主義を乗り越え、社会主義、共産主義の社会への前進を図る社会主義的変革が課題となる。日本共産党年この、 日本共産党の二段階革命論に対し、日本は帝国主義国家であり、民族民主革命や人民の民主主義革命はあり得ないとして、日本帝国主義と独占資本の支配の打倒を革命戦略の中心に掲げ、二段階ではなく直接社会主義革命を唱えるグループがあった。ありがとうございます。